君たちは誰だ。ひっどい。こっちは死ぬ思いでニトロの火薬取ってきたのに随分じゃない。うわ、そうじゃった。あ、いや、忘れたことなどなかったぞ。で、その火薬が何でしたっけ。待ちたまえ。うわ、そうじゃった。あれじゃな。
フォルセナまでこの道を進む。 もしかしてフォルセナまでこの道を進むしかないのでは。 踏んだり蹴ったりでいちね。 先です。どんな作戦でいきましょうか。
また会ったな。ジャドで置いてきぼりになってとんだ目にあったよ。あの後俺と同じように船に乗り損ねたやつがいたんで、そいつと人暴れしてきたぜ。獣人たちは結局ウェンデルの司祭が命がけで張った結界と俺たちが暴れたんで、ウェンデル信仰を諦めちまったようだ。へへ、ざまあ見ろってんだ。まだ何人かは獣人が残ってるみたいだが、いずれビーストキングダムに戻っていくだろう。その後俺は獣人たちが移動に使うというでっけえ鳥を獣人から奪い、そいつに捕まって空を飛んできたんだ。訳あって旅を続けていたが、北の魔法王国アルテナがフォルセナに攻め込むって噂を耳にしたので、国王陛下をお守りするために一度国に戻る途中だ。俺は急ぐので先に行くが、もしもの時はお前たちも手伝ってくれ。フォルセナには精鋭の兵士たちがいるが、敵は魔法を使うから侮れない。じゃあな、頼んだぜ。アルテナがフォルセナに攻め込む、私どうしたらいいんだろう。
遭遇しないでしょ。
魔法王国アルテナからの突然の攻撃を受けていた。よし、お前たちはもういいぞ。これから城内に魔法生物を召喚する。退避している。
ルテナが草原の国フォルセナに攻め込むなんて。いけない、グレンの魔導士を止めないと。英雄王さんが。フォルセナの兵士だけじゃなく、アルテナのみんなも倒れてる。お母様、これがあなたの望んだことなのですか。Thank you.
動けまい。いかに英雄をといえど、魔法で動きを封じられてしまってはどうすることもできないだろう。やはりアルテナのグレンの魔導士か。なぜバルダは、いや、断りの女王はフォルセナを攻める。世界中のマナストーン占領のため、フォルセナが邪魔になる前に潰せとのご命令だ。いつまでも過去にはこだわらないと申されていた。そうか、残念だ。聞きたいことはそれだけか。よかろう。では死ね。待ちなさい。おや、これはこれはアンジェラ王女様。こんなところでお目にかかれるとは思ってもみませんでした。近いうちにまたお会いしましょう。大丈夫ですか、英雄王。デュラン、戻っていたのか。英雄王さん、母をご存知なの。ではそちは断りの女王ヴァルダの娘だというのか。でもお母様は私を抹殺しようと。なんということだ、ヴァルダに娘がいたとは。何なの。いや、すまん、何でもない。何をもったいぶって、気になるじゃない。ケチケチしないで教えなさいよ。こら、プレイモノ。国王陛下に向かって、何ということ。いや、構わん。すまんな、王女。いずれわかることかもしれんが、今は知らない方がいい。それにヴァルダの様子も気になる。あの心優しかったヴァルダが娘を殺そうとするとは。英雄王様、私たちはマナストーンのそばにいるという精霊たちを探しています。マナストーンの場所を教えてください。フェアリー、そうか、お前たちが。かつて竜帝との対戦の時にもフェアリーを見たことがある。実はわしもフェアリーに選ばれし者だったのだよ。え？残念ながらそのフェアリーはわしを残して竜帝にやられてしまったが、こうして再びフェアリーが現れたということは世界に危機が迫っているようだな。マナストーンは世界に8つ存在する。それぞれ土、水、火、風、光、闇、月、木の8元素を生み出していると言われている。マナストーンの近くでそれら8元素に属した精霊たちを見つけられるだろう。光の精霊
ウィル・オービスプと土の精霊ノームは見つけました。チース！残りは6つか。商業都市バイゼルから船でパロに渡れ、山岳地帯ローラントには風のマナストーンがあるはずだ。わかりました。必ず見つけてきます。残りのマナストーンを探すためには風の精霊ジンの助けが必要になるはずだ。ジンを見つけたらまた戻ってきたまえ。頑張れよ。弟のボンジュール、マイアに戻りたいんでしょろ。もうちょっと待ってんか。兄貴にもろた大砲、これからここにこしらえるさかい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。お目が高い。いい買い物したわ。お目が高い。大事にするわね。またのお越しを。
っしゃいませ。さあ、どんどん見てってね。ありがとうございます。買っておいて損はないですよ。ありがとうございます。また来てください。私はボンボヤジの弟、ボンジュール。あんさんたちのことは兄貴から聞いてます。ワイも兄貴にこの大砲を押し付けられたんや。マイヤの兄貴んところへ送り戻したるさかい、乗っておくんな。あれ、ワイは兄貴みたいなヘマをせんよって。ほんな、行きまひょか。
業都市バイゼルね。こんなに賑わってる街って初めて。人がいっぱいいるわ。ここではどんな服が売られているのかしら。ここから船でファロンに行けるはずよ。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。またのお越しを。ここから船でパロンに行けるはずよ。まずは港を探しましょう。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。いい仕事してるたち。これ、もしまたのお越しを。いらっしゃい。ローランとってどんなところかしら。楽しみだわ。私の故郷のローランとはマロから北に行ったところにあります。港に到着したら道案内しますね。
ロの港は我らナバール盗賊団が改めナバール王国の領地となった。リースこらえて、今騒ぎを起こすのはまずいよ。ハロがこんなことになっているなんて。ひとまず町で情報を集めてみましょう。マナストーンの手がかり。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。マナストーンの手がかりもあるかもしれないしね。やっぱりリース様だ。よくぞご無事で。あなたはライザー、無事だったのね。し、大きな声を立ててはいけません。ナバールの奴らに聞こえてしまいます。リース様、実は生き残ったのは私だけではありません。山の中腹、眠りの花畑に行ってください。おい姉ちゃん、酒持ってこい。はい、ただいま。それでは、山の中腹にある眠りの花畑を目指しましょう。この山には魔物がいるので、十分に気をつけてくださいね。わかったわ。そこにリースの仲間がいるのよね。あら、もう終わり？あっけなかったわね。
中に足を踏み外して大怪我する人が多いんです。皆さん落下しないように注意してくださいね。中に足を踏み外して大怪我する人が多いんです。Okay.
人が多いんです。皆さん、落下しないように注意してくださいね。ダメ、入れないよ。占領されたローラント城どうなっているでしょうか。リース大丈夫？いえすみません、大丈夫です。ご心配をおかけしました。
こは。リリス様、気がつかれましたか。ここは秘密のアジト。ナバール盗賊団に占領された城を奪い返すため準備を進めているところです。ナバールが攻めてきた日、私たちは連れ去られるエリオット様を追いかけて城を出たのですが、先ほどの眠りの花畑に迷い込み、不覚にも気を失ってしまったのです。風向きが変わって目を覚ました時にはすでにエリオット様の姿はなく、城も落城して申し訳ございません。いいのよ、みんなこうして生き残ってくれたんだから。リース様、ではお仲間の皆さんがお目覚めになったら向こうの部屋にいらしてください。みんなリース様に会いたがってますよ。